静かなる防衛の時間です。戦闘機をめぐってロッキード社とボーイング社、ヒットの予感 F-35 戦闘機対ヒット戦闘機 F-15 戦闘機、今後どうなる。今ボーイング社が猛プッシュで F-15EX をアメリカに宣伝しています。それも猛烈プッシュです。今まで大ヒット戦闘機として F-15 があります。それの最新版、次世代現代版ですね。ボーイング社、でロッキード社 F-35。最新鋭ステルス戦闘機、この2つ での小競り合いが始まっています。F-15 ですが、EX 2020年にはできますよっていう回答が出ています。144機発注するんですが、単納機を猛プッシュしています。運用コストは今まで通り、まあ整備からパイロットも今まで通りです。F-35 の方は今後増産、コストダウンによる価格を下げる計画になっています。 F-35 の方は1763機発注しています。数から見ても全く違うんですよね。今後主役になる戦闘機でしょう。運用コストもだんだん下がってきます。現在$8,920万から10%オフの$8,028万までコストが下がります。販売価格がこれです。まあ日本円で88億円、安い。日本の F-35、今納品されているのが140億ですから、88億で
かなり安くなってきています。今104台も140億よりも安くはなってるんですが、それよりもはるかに安いです。運用も徐々にこちらにシフトしてくるはずです。後方支援のアリスも整ってくると考えられるので、将来的にはこっちの方が手間がかからないかなと考えています。単納機でできる戦闘機、F-35 は大量生産しようとしています。まあどちらが いか、やはり F-35 ですよねと考えています。 F-15 も使い方によればいいと考えるんですが、たくさんのミサイルを搭載できる。 F-35 もステルス性を度外視すればビーストモードでたくさんのミサイルを搭載できます。しかし航続距離がまあ全く違ってくるんですよね、この2つは。そういう面を考えると、まあ、メリットデメリットはあると思います。しかし今後 F-35 が主役になると世界の主役になってくるでしょう。F-15 は発展途上国向けに生産されていくと考えられます。今後大事なのは F-15 の次をボーイング社が作れるか、そこを見極めていきたいと思っています。次世代戦闘機で次はボーイング社が抜きに出るかどうかが、また将来の戦闘機事情が変わってくるでしょう。 F-22 や F-35 ロッキード社、今のところ有利ですが、果たして今後の展開は変わってくるかもしれません。日本もまだまだ F3 計画、は初期段階で始まったばかり、国産を目指して頑張ってほしいものです。国産化できれば F-35 に並ぶ戦闘機になるでしょう。今後ヒットするのはやはり F-35 ロッキード社が有利かなと考えています。今日のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。